小野決勝が行く旅友第3弾おはようございます。さあ始まりました。小野決勝が行く旅友第3弾でございます。第1弾はですね、信長くんと島崎信長くんとですね、日光の方に行きまして、そして第2弾は、小野勇気さんと、そして、江口拓也さん、3人で江ノ島の方に行きました。今回は川越の方に、行ってみたいと思います。先輩長くないですか？ありがとうございます。ありがとうございます。よきしいところで入ってくださいって言われたんですけど、はい、車の音で何にも分かんない。何にも分かんない。タイミングが全然全然どのタイミングで入るか分かんなくて。本当？寒いです。寒いよね。とりあえずなんですけど、僕ら誰か分かんないと思うんで、紹介していただいてもいいですか？あ、する？俺がした方がいい？じゃあ僕ら先輩だけど、じゃあ勝手にして言う。急に深く俺先輩だけど。ということで改めまして、はい、今回のゲストでございます、はい、斉藤聡真くん、そして石川海人くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうよ、どうよ、どうよ。早いですね。どうよ、どうよ、ありがとうね。いやこちらこそ今回はありがとうございます。で、今回この2人をなぜ呼んだかと言いますとですね、はいはい、2人がちょっと仲いいと、はあ、かなり、まあ、この2人が仲いいと。まあそうだね、そうだね。どれぐらい仲がいいのかと、なんなら僕もちょっと混ぜてほしいなって。いいですか？これよ、これ、ね、見てよ。これコーデがね、靴お揃いですよ。あります？あります？小野賢章が行く旅ともにお揃いの靴で来るっていう。これね、今後ないと思いますよ。ということで、今日何にするか分かる？聞いてる？いや聞いてないよね、はい、ほとんど分かんないですね。あのね、と思って分かりやすく、はい、今日絵を描いてみました。ほう、今回の旅こちらでございます。ドン。あれ、ここミスっちゃったんだ。書き直して。絵から描いたからね、ちょっともうめんどくさくてね。2016年は俺についてくれば間違いないぜ。何か。ね、これ俺ね。あ、はいはいはい。で、海人くんでしょ。はい。で、相馬くんね。はいはい。全然わかんない。今日は俺らもこんなだと思ってた。そのね、ざっくり言うと、はい、モテたい。モテたいでしょ。あ、モテたいよね。もうね。あ、モテて。モテたいです。モテたいですね。その反応からすると、二人とももうすでにモテていると。もう全然必要ないぜ、俺たちにはっていう。いや、むしろ俺たちは、もう、はい、俺たち二人でいいしみたいな。いやいや、そういう感じ。いや、僕は男にモテてますからね、なんなら。うるせえよ。どうですか、意気込みか何かあります？いや、二人はモテる男って何でしょうね、逆に。いや、モテる男っつうのは、はい、例えばよ、はい、休んでる時に、ええ、こう。ちょっと様になるのやめてもらってます。いいですか、それ。なんか突っ込もうと思ったけど、結構こうよ。いや、一回様になるの本当やめてもらっていいですか？ちょっと、カイト君も座ってる時も。俺、高校の時読んでたね、ファッション雑誌でよく見てた。やって。俺やる？いいね。いいね。いいよ。あ、いいよ。はい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 。角度おかしいんだよな。じゃあ、ちょっと相馬君も。俺の精一杯で今。あ、やばいやばいやばい。あれ、見たことある。モテる。それで、アニメショップの前に立ったら絶対モテるやつですよ。あざとい、あざとい。あざとい。いつものやつ。こんなことしてねえだろ。いつも電柱に巻きついてねえだろ。今回はですね、川越を旅して、とにかく、モテる力を高めていこうということでございます。はい。出発！おお！わかんねえな、これ。これいい、これでいいの？いい、大丈夫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 。小野賢章が行く旅友。小野賢章、1989年10月5日生まれ、 A 型。去年猫を飼い始めました。名前は祭りです。
ラブ、祭り、祭り、愛してる。石川海人、1993年10月13日生まれ、AB 型。最近大人になろうと思って気を使って喋り始めたら、みんなにおねえっぽくなったよねって言われ始めて悩んでいます。悲しいです。斉藤相馬、1991年4月22日生まれ、 B 型。最近の趣味は溶岩を使ってステーキを焼くこと、トリュフ塩を使って美味しいステーキを焼いてるので、みんな食べに来てください。はい、ということでですね、はい、今川越に向かっております、はい、今日ね、長いから、はい、とりあえず着くまでお休みということでね、はい、あー、そんな感じは、じゃあ僕らもそこで便乗していいやつですか。いや、何か突っ込みてない。突っ込まんかい。突っ込まない。突っ込まんかい。もう絶対カンペ通りにやらない。カンペ通りには絶対進まない。3人の出会いは、出会い、出会いね。ちょっと僕ここのつながりがよく知らなかったですよ。あ、そう。そう。と最初にお会いしたのいつですかね。最初いつかな。なんかでもさ、あのアニメとかですごいがっつりっていうのはあんまりないですよね。そうそうそう、ないんだよ。アニメの作品で、何で一緒メインでっていうのは、まあ一応賢秀さんメインで、うん、アルトナーゼロっていうやつで話入ってたんで、そう、花井くん主人公で。あれはあれもいたよね。幕末、あ、そうだ、幕末が最初かかもしれないです。幕末ロック、そう、幕末ロック、ね、モブで出させてもらってふざけたやつがあったんです。すごい、本当にあの幕末の話なのに、うん、俺ベジレっていうかベスト着て、おーおー、でなんか、ね、そう、殴り飛ばされてで歌い出すの。いや、え、殴り飛ばされて歌い出すの。そうそうそう、痛いーっつって、まあそういうことよ。あ、すごいね。俺のソウルは消えねえみたいな感じで、なんかその後ゲームとかまあ、CD とかで購入して、そうそうそう、僕と賢秀さん、僕本当に大変申し訳ない、もう後輩としてあるまじきなんですけど、賢秀さんと初めて一緒した現場どこだか全然覚えてない。俺もね、覚えてないんだよな。何であったか覚えてない。何であったっけな。なんだっけ、黒子の前だよね。でもね、そうですね、黒子の時にはもう海人くん来たんだねって言ってもらえてた気がするんで、あれでも。でも現場的にはそれが最初かな。でもかもしれない。現場の前じゃん。そうだ。あ、見学行って、いやでも現場より前に会ってる。あ、思い出した。来た。来た。あれだ。イベントですよ。え？QR のやつ。杉田さんのアニゲラのゲストで。賢秀さんが来て、全然覚えてないの、これ全然覚えてない。え、シドシャージ来て、あの時が最初、あの時最初ですよ。あ、それで賢秀さん、そうだ、かっこいいけど目力すごいから怖いなって思って第一印象怖いなと思ってたけど、いいんだよ別に、あの2人のなんか仲良しエピソード、ここで言ってくれても。なんかあります、そういうの多分あの見たい人いっぱいいると思うから。ないですよね、聞きたい。え、どれ話していいの。俺ね、俺あれ聞きたいんだな。あれ、あの海人くんの誕生日。誕生日のやつですか。うん、誕生日のやつ。あれね、あれなんか結構あの業界でも結構話題になって、そう、騒然となったやつですね。騒然となって、それの本当の部分を2人から聞いてないじゃないですか。確かに、ね、なんならちょっとお互いの証言が食い違ってる。そうそうそう、それでなんか結構その噂ってさ、うん、あの違って間違ってこう広まったりするじゃないですか。はいはいはい、はい、なんかね、ちょっとここで正しておかないと。そうそう、ね、ここで正しておくっていうのもありかなって思ってる。ありですね。じゃあちょっと解読の最後からちょっと、はい、あの誕生日前日に、うん、まあ、誕生日だし、うん、飲み会とかあるかなと思ったんですけど、うん、何もなくて、うん、10月13日が誕生日だったんですけど、うん、10月12日、うん、夜、うん、寂しくなりまして、うん、ドライブ行こうと思ったんですよ。うん、いいじゃない。で、そういえば斉藤相馬が、海人くんが運転してる車でビール片手に道を指示したいみたいなこと言ってたなと思って、で、誘ったら、うん、寂しいんだ、誕生日前日なのに誰とも一緒にいないんだ、寂しいんだ、頼む、一緒にドライブに行ってくれっつって、うんうん、じゃあ、
ちょっとだったらいいよって言ってくれたんで、うんうん、そのまま家まで迎えに行き、はいはいはい、で、あのお台場の海浜公園に2人で行ってカップルを見て帰ってきました。そうだね。まあはっきり言って、うん、概ね正しいです特に嘘は言ってなかったね、うん、そう特に持ってもないからね。そうだね。なんかそこでの言葉がすごかったって聞いたよ。そこでの言葉がすごかった、うん、ほう。そこで言った言葉が、あれじゃない、なんかその俺それえやっぱえそれダメなやつ、えいいんじゃない知らないから。じゃあ俺から言っていい？どうぞ。お前と行けてよかったってお前と、お前とお台場行けてよかったって言ってたって聞いたよ。誰これ？お前だよなんかそのカップルが等間隔に並んでるのを見て、うん、なんか最初ね、やっぱこう俺たち何やってんだろうねみたいな。本当に男二人でさ、そうそう毒づくために来たのかみたいなね、うん、やっぱそのね、可愛い女の子と行きたいじゃないみたいな話をしてたら、急にカイト君が、いやでも心地いいんだよなみたいな楽なんだよ。とは言う、とは言ってたね。お前と来れてよかったよ。いやいやいや、何モテ挟んでるの。ごめんなさい、やっぱりちょっとかっこいいとこ出ちゃうんだよね。